サキ。皆さんこんにちは、ドラニシです。土着そ久しぶりに真面目に挨拶したと思う俺、今回ですね、徘徊獣覚えてるでしょうか。まあこのゲームかなり前に倍速化でやったんですけど、キモい、シンプルに。実はね、このゲーム終わってね、始めるを押すと徘徊獣が中央に寄ってきてこうなる。これなんだこれなんだと。化け物高速化、高難度も戻です。倍速化を極めし男、ドラちゃん、ドラ西、ドラタクスゼイヤ。皆さんのご希望にね、ちゃんと答えますよ。私は倍速化、とりあえずやってみないと分かんねえからな。難しいか難しくねえかは。早くここから出なくちゃ。化け物から逃げ、おお待って、夜になっとるがダメや。もう来るよねこれ確か。あ、待って、とりあえず懐中電灯取ろう。取って、ね、化け物が高速、あれ来てるね。あ、でもなんだろう、なーん早くここから出なくっちゃ。化け物から逃げつく五穀八つまでめというわけで、今回ステージ結構夜になってるね。前回はね、結構ね、日暮らしが泣いてそうな黄昏時のステージだったんだけど、今回は真夜中と。これは結構いけそうな。まあ、今回はさすがにそんなビビりませんよ。ビビらせんよ、もう。静香ちゃんって分かってるんで、もう。さすがにね、あれここ道あったっけ、マップも変わってるこれ。あれここあったっけ。ちょっとね、多分俺気づかずに死ぬってのがね、多分いっぱいあるね。今回ね、皆さんやばいですよ。化け物が、結構音を置き去りにして僕を殺しに来るんで、ちょっとね、結構やばいわ。あ、来てるね、これ来てる。一応ね、音でね、ちゃんとね、相手が来てるか来てないかね、わかるんで、もうふざけなしで、今回ガチプレイのドラちゃんをみんなに見せつけて、実はこいつゲームできるんだっていうのをね、証明したいと思います。スマブラだけじゃねえっていうのをね、証明した。なべすんねえんだよ。でもね、なんだろう、言うてそんな高速化になってるか？なんか全然余裕っちゃ余裕だぞ。今までやってきたゲームの方がもうちょっと難しかった気がする。ここが行き止まりで、行き止まり見聞色。マップは覚えてるんだよ一応少し。だこっちは行き止まりだべや。来てるね、これは来てる。こけしあん。そうそう、ここで俺がなんか下ネタタクスゼイヤンとか言ってて、どうなるのです。これ無理ゲーか。だるまを取って、転んだだるまさんして、だるまさんが転んだ。お前ここで走んなかったらいいかもしれない。スタミナ切れてても男ならリミッター発生や。あ、それ無理。はい、取った。はい、来た。読めてる。で、ここから、ドラちゃんの本領発揮ね。卓球部で鍛えた瞬発力を生かして、敏捷性を生かしてね。まず青は、覚えてる、誰もあそこね。だが来てる、後ろに。こけし取っていく。しっかり回収ね。で、これ、これ押さないといけなくね。めっちゃ喋ってんじゃん。なんつってんだ、これ。いや、でもね、悪い気はしないね。追われてるのが可愛い女の子だから。あ、声聞こえなくなった。今がチャンス、無理。本当に無理ゲーだ。早すぎちゃってどうしよう。早すぎてどうしよう。無理、クリアできない。結構ね、壁を感じる。このゲームはクリアできないっていうなんか壁をね、めちゃめちゃ感じるんですよね。コガネムシがヘラクレスオオカブトに勝てるかって話なんですよ。このゲームはね、それぐらいね、結構絶望的な状況です。オッケー。やったー、無理だー。ぬぅ、走れって。ここで脚力を使わなくていつ使う。招き、あ、ダメ、来てる。余裕で来てるわ、この音。じゃあ、あんかわいい。まずこのバーモンドやっとくか。あん、あー、やっといて、うん、あれで化け物のバーゲンセールだな。当じゃまず負けないってことね。了解。まずダルマ取って、ふん、よし。で、こっち来てんだよな。来てるから、ちょっとこうして右折します。あ、左折します。一時停止します。取ります。死にます。はっ、おちんこ、何疑問系下ネタ。スタミナもいい感じじゃない。おい、あ、やー、大丈夫、ビビってない。今ガビ踏んだ。今あかーん、見聞色。はっ、分かっちゃった。もう全部取っても意味ない、これ。どれだけ押すなよね、もうね。最短かつ後隙なくやれるか、無駄なくね、こなせるかだよね。このゲームの心理が、なんで取れないね、俺。マウス、お前、とんでもないコード連打したからね、今。よし、OK。ドロドロです。どんな。
2、3時間収録したんですよ、あの速度で。でやってみたところ、まあ、一向にクリアの眼差しが見えないと、光入ってくる気配なし。ちょっと速度下げました。さすがに無理だ。扉と飛びバビボブス。いや顔めっちゃ煽ってくるやん。無事のメス。相変わらずの関西弁。いやーシュイーン入ってねえね。全然普通に出てったけど。あれから一月が経とうとしてる。あの時の怖い経験を友達に話しても信じてもらえなかった。あの出来事が夢だったのか現実だったのか。けどこれだけは言える。あの経験は二度としたくないと。そげな。